YouTube ショートの、まあ、なんだろう、更新本数とか目標の、まあ、1日、まあ、10本がいいよっていう、なんか3つの目安について、で、まあ、これが革新的なんだけど、まあ、1日10本が、まあ、ショートフィードに、まあ、基本的に乗りやすい本数かなっていうようなお話で、まあ、11本以降っていうのがあまり乗らない。乗らないことはないかもしれないけど、あまり乗らないと。うん、で、2の理由としては、まあ、なんだろうな、1日のリミットっていうのがあって、まあ、これが105本かなと、ショート動画の場合。うん、で、まあ、3本目の理由としては、3個目。うん、30分のリミットっていうのがあって、まあ、大体30本ぐらいかなっていう感じがあるから、まあ、結局まあ10本ぐらいっていうのがまあ目安にしていいんじゃないかなと、うん、そんな感じかなと。